保管しようとする。保管になってるのかな、これ。保管しようとすること。ね。これわかる気がする。ね。現実逃避なんですよね。現実の世界で満たされない。例えばね、うまく家庭生活がうまくいってませんよ。俺は愛妻家だ。俺は子供にね、向き合ってんだ。私はね、旦那と仲良しです。私はもう素晴らしい、すごいあれがあるんです。私はリアルに友達がいっぱいいます。でも実際はそれが逆なの。逆で、ね、そういう風に言ってる人ほど、こそね、言ってる人ほど一人ぼっちだっていう。ね。これ当てはまる人多いよね。当てはまる人多いよね。ね、俺は正解とつながってる、ね、俺は正解とつながってるんだとか言ってる人いますよね。顧問弁護士国選だったりね、うん、筋の取ったふりかけさん、まあそれもね、まあ一部の理由にもあるよね。